テクノロジーでまた新たな設計付加価値が展開できる、世の中を変えられるんだと、いろんな分野に展開できる可能性がある。ビヨンドシリコン、シリコンを超えた先のですね、半導体デバイスとして。ナノサミット株式会社は独自の技術ノウハウを駆使し、単層カーボンナノチューブを利用したカーボンナノチューブ透明導電インクの量産化技術の開発に成功しました。その量産化技術の下支えとなるのは、分散、混合、制御を一貫して可能にするコア技術です。分散、独自の技術により絡まり合った単層カーボンナノチューブを一本一本ほぐし、水や樹脂に分散します。混合、液状の素材ができることで様々なものに塗布が可能となり、既存のものの性能、価値を高めることができます。制御が可能となったことで、これまでなかった機能性の高い素材を生み出せます。例えばカーボンナノチューブ発熱シート、強化樹脂コンポジット、導電性繊維、導電性スポンジなどがあります。一般的な印刷コーティングとされるロールトゥーロールで印刷を行えるため、低コストかつ大面積のフィルム製作が可能となります。ここで単層カーボンナノチューブ分散技術等を用いた具体案をご紹介いたします。コンポジット樹脂用強化フィラー、独自の強化フィラーにより従来仕様と比べ衝撃強度は約 13% 向上。今後は自動車産業、航空機産業への活用も期待されております。ナノサミットの技術を応用して新製品開発に取り組んでいる水野株式会社様にメリットを伺いました。で、この部分におきまして、今回ナノサミットさんのカーボンナノチューブを、搭載した、材料を、この部分に、配置させることによって、繰り返しの疲労衝撃、この特性が、向上したというところが、今回の大きな成果につながっております。発熱効果、インク化し常温で塗布できることから、フィルム状のものの機能価値を最大限に引き上げます。その一例としてフィルムヒーターがあります。単層カーボンナノチューブの特性である非常に優れた導電性により急発熱が可能です。また遠赤外線輻射熱効果もあり、ウェアラブル型の防寒アイテムも開発中です。フィルム加工のリーディングカンパニー株式会社カシノキ製作所様に、カーボンナノチューブの導電インクについて伺いました。これは素晴らしいと思います。世の中を変えられるんだというふうに思いまして、いろんな商材として展開できる可能性があると思っています。これは分野問わないぐらいにあると思います。ここ数年、4年ないし5年のうちには、私の会社だけでも100億とかいうレベルの売り上げはできると思います。カーボンナノチューブの未来、信州大学特別特任教授の遠藤様よりカーボンナノチューブの未来について伺いました。でまだ超えるべき山はたくさんありますけど、基本性能という点では十分、ビヨンドシリコン、シリコンを超えた先のですね、半導体デバイスとして非常に重要な一つの候補にはなりうる物質なんですね。分散技術という点では素晴らしいものを持ってまして、これは非常に独特のですね、界面活性剤を上手にお使いになる、そういう技術が素晴らしいんですね。半導体分野のピュリフィケーションということを成功させていただきたいと思っております。独自の分散技術によって常温で取り扱えるようになり、非常に薄く柔らかい素材に塗布できるようになりました。この技術により今までにないディスプレイやタッチパネル、窓用シェードなど規制概念を超越した製品が誕生します。お問い合わせはナノサミット株式会社まで。